そして、あ、今度こちらの方は元ロッテ小林弘之です。小林弘之が登場してまいりました。どんな風にマリンさんは反応しますかね。マリンさんもスタンディングオベーションですね。まあ、よくまた NPB に戻ってきたという感じですね。BC リーグ、北信越のリーグ、いわゆる独立リーグから這い上がってきたというこの小林弘之です。バッターは加藤翔平です。特にこのトップの位置がなかなか低くなってきたという感じでしたから、良くない時は、そこできっちり上から叩かれた方がいいですよね。落としてきました。フォークでしょうか。フォークとあと縦の、ね、スライダー系がある小林ですが、三振をまず奪いました。最高のフォークボール投げますね。ガシャッという音がしました。詰まっていました。センターフライ。埼玉西武の小林弘之打ち取った。ショートゴロ。小林弘之しのぎました。まずこの NPB 戻っての初登板、6回の表をゼロに抑えました。